ようまいら、俺様だ。今日も太陽がボーボー持ちますね。今日はね、俺様が小学生の頃に俳句とバイクを勘違いした話をします。あれは確かね、俺様がね、小学4年生の頃だったと思います。ヨン様はペ様と言い換えられるから、小学4年生は小学ペ年生とも言い換えられるんですけど、学校でね、そう、なんかまあクラスがね、騒がしかったんですよ。で、隣の先生がね、怒鳴り込んできたんですよ。うるさいわね、うちのクラスは今バイクの授業中なんだよってね、なんかこう男勝りなおばさん先生だったんですけど、で、まあそれ本当はバイクの授業じゃなくて俳句の授業だったんですけど、俺様はね、バイクの授業って、ね、聞こえたんでね、あ、すごい、隣のクラスではなんかね、学校でバイクに乗る授業をやってるんだって俺様本気で思ってましたね。まあそのまさか本物のねバイクだとは思わなかったんですけど、こうなんか偽物というか、そのおもちゃのバイクをこう教室にこう運んで、それでそのバイクの乗り方とかをね、その授業してるのかなってね、本気で思いましたね。あ、ちなみにその隣のクラスっていうのはね、あのなんかなんだろう、隣の教室なんですけど、その一学年上のクラスだったんですよ。だからその時俺様4年生だったから、5年生になったらなんかバイクの授業があるんだってずっとね本気で思ってたんですけど、後々ねあれは俳句だったんだってことにね気づきましたね。そう、俳句とバイクって似てますよね。はいね、皆さんじゃなかった、お前らもね、なんて音したんだっけ、忘れちゃった、あ、思い出した、お前らもね、バイク乗ってる人いるかもしれないけど、まあ俺様は乗ってないんだけど、こうね、いらなくなったバイクはね、ボーボー行きにしましょう。はい、それではさよなら、ボーボー。